同盟市民に次ぐ、ケーラの政府がケーラの指示に値するものかどうか、再考すべき時が来た。宇宙暦799年、新帝国暦1年11月10日、シュワルツ・ランツェンレーターの出撃と前後して、カイザー・ラインハルトの演説が全宇宙に向けて発せられた。その内容は同盟市民を驚愕させるに十分であった。帝国高等弁務官ヘルムート連年カンプ上級大将の自殺、同盟軍退役元帥ヤン・ウェンリーの首都脱出、それらの結果を生じせしめる原因となった弁務官府からの干渉と同盟政府の策謀、人々が欲して得られなかった情報のすべてがこの時与えられたのである。世は自らの不明と帝国政府の不見識を認める。これらは非難に値するものであり、優位の人材を失い世の平穏を破ったことに断腸の念を禁じ得ない。だが同時に世は同盟政府の無能と不実を看過することはできぬ。故連年官府高等弁務官がヤン元帥の逮捕を要求したことは不当であった。ならばこそ同盟政府はその不当なることを世に訴え、同盟にとって最大の功労者たるヤン元帥の正当な権利を擁護すべきであったのに、強者にこびて自らの法をすら犯したのだ。しかもその策動が失敗すると報復を免れるために高等弁務官の身柄を売り渡すとは、一時の利益のために国家の功労者を売る、直後には翻って世の代理人をも売る、共和政体の矜持とその存在意義はどこへ行ったか。もはや現時点においての不正義とはこのような政体を認めることにこそある。バーラとの和訳の精神はすでに汚された。これを正すには実力をもってするしかない。おい、ヤン元帥に事態の責任が全くないわけではないが、彼は被害者であり自己の権利を守っただけである。ヤン元帥が世のもとへ出頭するなら、世は彼と彼の一党を熱く遇するであろう。